なかなか釣れへんな。いつもなんかもっとポコポコ釣れてくれるんやけどな。大きいっすよ。ああ、おお、しかも両肩。やっ、撮影中。これ竿な、使い方わかるよな。はいはい、はい、で、あのロッドホルダーがこういうところにあるから、うんうん、こういうところに刺してもらって、ここにもあるし、なんか釣れた後とかでもここに置くとちょっと漕ぐ時に邪魔になると思うから、うんうんうん、移動の時は基本的に後ろに刺してもらったらいいかな、うん、釣れたキスはこういうとこに入れてここに引っ掛けといたらいいと思うけど、結構キス逃げてくんやん。これここが海に浸かってたりしたら逃げてくから、まあ、それだけ気をつけて、うん、でちょっとな、フットレストの位置がどうなんやろって感じやけど、一回ちょっとここ座ってみてくれますか。結構こぐときはここギュッて踏ん張ってこぐし、こんな感じでいいですか。よし、パドルつけ、もうつけといたらいいわこの辺。これでも準備終わりかな、忍びは。オッケー、まあまあ適当にストレッチでもしといてください。それケース入れたままでも写真撮れると思うけどな。餌置いとくで。ちょっと中で適当に漕いで練習してから外行こうか。なんかちょっともう座ってくれる？後ろから押すわ。よいしょ、フラフラしといて。よし、ほな行こうと思います。よいしょ、どう？もう行けそう？まあなんとなく行けてそうやな。ほなもう釣り行こうか。気持ちいいな。そうやね。まあちょっとな、あの船とかがもし来た時だけ気をつけて、うん、基本的には大きい船避けてくれるんやけど、あんまりなんか避けへん船もいるし、釣りやめてちょっと漕いで離れて、で大きい船通ると引き波が立ってわーって波来るんや。でそれをまあ横から受けたらちょっとバランス崩すこともあるから、もうできるだけあの縦にして、ちょっとこっちの方でいつも釣れるし、ついてきてください。よっしゃ、おはようございます。ゴールデンウィークでね、本当はあのちょっと北の方とか行ってノッコミマダイとか狙いたかったんですけど、ちょっとね風が結構ずっと強い予報やったんで、今日は湾内でちょっと最近やりたかったキス釣りをねしようと思います。で今日はね、なんとお父ちゃんと来ています。まさかのお父ちゃん、お父ちゃんカヤックフィッシング初めてなんでね、ちょっと安全に注意してもらいながらやろうかなっていう感じですね。でね、ちょっとキス釣りに用に新しいロッドを買ったんですよ。このグレートマスレンジャー、グレートマスレンジャーですね。穂先が柔らかいから絶対楽しいやろうなと思うんですけどね。さあ1投目いきましょう。はい、ちょっともうちょっと遠くに投げてみようか。全然飛ばへんない。キスはさ、結構群れでおるんや。
やからまあちょっとやってみて、当たりこうへんかったら移動して、で当たりがあるところを重点的に探ると数釣れるわ。投げずれ。なかなか釣れへんな。いつもなんかもっとポコポコ釣れてくれるんやけどな。来たね。ようやく1匹目。長かった。よいしょ。やっぱりちょっとあれなんかな、深いところにいるんかな。どう？ポツリポツリと釣れとる？そうか、ちょっと深場行ったけど、あんまり深場でも釣れるって感じもないな。今俺1匹しか釣れとらんわ。何匹釣れた？4匹目。まあこの辺でやるんがいいんかもな、浅い方で。キスで会ってくれ。うキスや。ああ、おしかも両肩。やっぱ浅場の方がいるね。結構時間をロスしてしまったけど。釣れてる？なんか浅場？出艇した前あたり結構反応良くて、一気にポンポンと3匹ぐらい釣れたし、あっちの方がいいと思うわ。ついてさ。
今日一の引き。ういー。よし、オッケー。カワハギ、おお、まさかカワハギ釣れた。おお、父さん、こっち見て、カワハギ。11時ぐらいで終わろうか。今10時半。もう上がろうか。お疲れさんでした。お、いっぱい切ったな。なんかもうちょっと釣りたかったけどね。ハエにめっちゃたかられた。ほなほな片付けしようか。カワハギもらっていいかな。プリウスやったし。カワハギうまっ。うん、カワハギ超美味しい。えぐいな。誰が行くんですか。